よろしくお願いします。レオザフトボールでーす。リアルタイム分析。さあ、次はアーセナルシティだぜ。やっちゃおう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 。準備はいいかいみんな。今日は、ジェズスが左ウィングっぽいっすね。マルティネッリは控えには入ってるくどね。控えには入ってるわ。シティはグバルディオラ入ってきましたね。お、デブライノも入ってるわ。だから、高い位置とのは誰になるんだろうな。アカンジが1列上がりそうだね、これね。 そうするとコバチッチがラインカー取んなきゃいけなくなるんだよな。そうか。シティ相手にギビオルか。大変だな。ストーンズ控えか。おそらくジェズスが左ウィングじゃないかと。あとはユリアン・アルバイス。なんかね、僕はコバチッチ使うんだったら、フロンその…シティ青だとしてこ442でさ、コバチッチとロドリのさ、こうダブルボランチにこうなるじゃないですか。この時にこのの…時に こうウィング幅取コバチッチこのエリアだったりこのエリアいいんだけどこのエリアが苦手なのこのエリアが瞬間的な3人目使うあの動きだったりとか自分が動く人を動いてる人使うとか苦手だからってなるとサイドバックはこうサイドアッパー型にしてコバチッチこういうとこ降りるとかだからそんなんすよねデエティーハードだとやっぱシティ有利っていうような見方が多くなりますよね当然 ゃん、うん、だロドリの脇のダブルボランチを埋めるってとこだと思いますね。で、ベルナード・シューバーは右ウ使いたいから、左サイド、放電になるのかな、やっぱりねか。もしかしたら、放電右のベルナード・シューバー左も考えれるか。あと、今のコンディションとかもあるからね、その適材適所とコンディションと、そこのね、兼ね合いっていうのはあるよね。ティアードだとリーグ戦、昨シーズンは4 1でしてやドそうだね、デブライネのキック精度がどのくらい戻ってるか。ボブ代表で良かったんだね。 でも本当、今後のシティを担える存在の一人ですよね。賢いからね。この力だけじゃなくて。ジョルジーニョが、なんなのかな、どうでしょう。さあ、スタートしたいよ、と。ジョルジーニョなんかの、左インサイドハーフライスですね。コバチッチ、左ボランチ、フォーデン、左ウィングの、ベラナド・シューバー、右ウィングで。まツートップ、デブライネとハーランド。まあ、ワントップ、ワントップしたって表現されるだけです。 キビオルで、まあ、そのどこを合格ライン設定するかだけど、ジンチェンコ、トミヤスと比べて、キビオルがうまくいってる試合は一回もないですけどね、試合に出てるっていう評価ですね、キビオルの良さは。その上報メソバクなり、バルで。ま、だいきなりトミヤス使えないだろうし、ジンチェンコかキビオルかで、うん、まあ、ここ最近のマッチストレスでキビオルしたんじゃないかな。そうです世間の声は関係ないですね、僕にとっては。ちつは並走する守備が苦手なんだね。基本的に一発アタックでいくから、推進力でちぎられてるように見えない。 ペップ今季最初サイドバック貼らせるのを試してんのかと思ったらそれで一貫してましたビッグマッチだとウイング貼らせるじゃんそれがね今日だと普通にサイドバック貼らせるでもまあなんかどっち貼らせるっていうよりどのポジション取ってもいいっていうのがその時によって選手の判断でどっちの成分が多くなるかって感じだと思うねこれ見ると横茶化かやれるから分かるだからシティアーセナルをね本質的に捉えないでねパスを繋いでるだけって見ると横茶化になるんだろうね この2チームって横じゃがじゃないんだけどね。圧倒的な技術とそれに対して配置のサポートがあるからね。それが徹底されてるかってそうじゃないけど、ただ技術レベルが高いから、徹底レベルが多少低くてもいけるっていう。グバルディオールは貼らされてる感じがするよね。今は右ベルナード・シューバー張ってるから。だらその、なんか枠のポジショニングがあって、それをみんなでそれぞれでバランス見て取り合ってね、みたいなことなんだよね。そのバランス見て取り合ってのバランスの見方がその日によって違うから。 それで誰々がここにいた方がいいんじゃないですかって。だからそれは瞬間的に切り取ればそうなんだけど、その前段階のボールを地上で安定して動かす、フリーを作るっていうところで言うと、だから全員が全部できていけるサッカーっていうか、だから今のバスケがそうらしいんだよ。もう、チャマ君とは聞いたんだけど、全員オールラウンダーっていうか、何でもできるやつ5人集めようみたいな。だからそれは何でもできるやつ11人集めるみたいな。ペップもね、アルテタもバスケから取ってるっていう、だからここまで来てるんじゃないですか。かお金あるからできる選手です。 ああ、そうだと思う。どの立ち位置でも最適解出せっていうわけそれがチームによって、どういう約束ごとでどの立ち位置かっていうの。だからさっきは、ルベン・ディアスが指示して右のポジション変わったじゃん。で他のシーンだと自然とそれやってたり、全員ルカワみたいな。とか、変わった弟みたいな。兄か兄。バスケは5人で手使ってやるから、ミス少ないからそれになるじゃん。あのコートで。サッカー11人で足使ってやるからさ、しかも芝で。僕は理にかなってないと思ってるんですけどね、贅沢品だと思ってる。戦術よりも芸術に近いと思ってますけどね。ただそれが、 戦戦略略があるるからっってていいうのはあれいい選手たちを集めるってことねお金をしっかり集めて選手を補強してその補強を間違えずマネジメントするというその戦略が機能してるから戦術が薄くてもそれを芸術として結果を引き寄せられるっていうかでこれが戦術だけよくやってもそもそもの人を集められてないとか補強うまくいってないと戦略で失敗してるから戦術じゃどうにもできないっていう僕繋ぐのは全然シティだったらリスクじゃないと思いますよただその繋いでる時にこのホーデンとかそうなんだけど間で受けるのにこの辺いて こ,のあいこ,こ,こういうところで受けようとしたら当然誰かしら出てくるじゃんここで誰かを裏にればいいんだけど結構ライン上置いて待っててそれ,によそれでグバルでよとか出た後に裏抜けるみたいな感じでライン管から裏っていうね奥と手前じゃなくてそう手前から奥なんだよね動力的にこっからこうで受けるときって前にね矢印向きにくいからここで受けて前に行くかこれを相手が嫌がると段差できるから裏行くっていうね 多分サイドババックついててくるからそれによってグル裏で受け入れるから裏がなくなってるポゼッションなのが問題あってポゼッション自体するのはシティのこの技術のね高さあるんだったら僕もやりますからこのピッチで全然いいと思いますけどねであと何よりフィニッシュの目線が揃ってないことハーランドしかクロス入ってないっていうでそれでもねハーランドに一発ですげえクロスが合うんだったらいいけど基本ねアンカーのロードリ突っ込んでるみたいなのあるからどうそれできたのって言だなかなかできないんだよね 組織としてどっちうまくいってるかは難しいなぁ若干していいかなぁぐらいですねボール持ってるのとチャンス作り方で言ってもアーセナルはクロス入れる時入れないたみたいなとかあとまあ目線揃ってなくて普通に潰されてるっていうだからシティのパスミス待ちが一番効率よくなっちゃってますねそうだから昔よりもねなんかこう戦術より芸術寄りになってますよねでもそれが戦術って感じなんだよなぁ多分何でもできる人たちを集めて相手を翻弄することがっていう そういう選手を集めれてるっていうその戦略がすごい両チームの大戦ですよね、この2チームがこれだけいい選手と監督を集めてないと、こんだけボール失わずにつないで,で、それに対応するフィジカルがあってみたいなサッカー見れないからね。トミヤス出てほしいけど、出ると思うかって言われるとね、ここで出なくても分かるよね、富安の状況で言ったら、こうここでっていうか、富、ま、安、あのコンディションがね、どのぐらい使っていいかとか、使っていいんなら絶対使いたいと思いますよ、キ t ー,ールより。でも ね、一番大事な時期に富安連戦で使えないみたいな方がきついからねジロニャン君今日のジェイスについてコメントをお願いします守備の時にディレイ対応というか相手との距離の詰め方をもっと視力深くできるといいなってありますけどただ強引にシュートまで行く力とか高いしある程度は求められてる守備全般の役割してると思いますねアム君、えー、ムア君かシティやベルナードをアンカー的に使って1枚ウィンが欲しく感じるんですがどう思いますかそれもありだと思いますね あのベルナルドがウイングにいると、守備の整理がつくんですよ左サイドにボールあるとき、右から絞ってくれるの、ベルナルドぐらいだから、状況に応じた守備、完璧にやってくれるんですよね、ベルナルド。それがボランチにいると、今度、そのベルナルドが今やってるウイングの役割をやってるウィンガーが、前プレーかけるのか、横にスライドすんのか、サイドバックのとこサポートすんのか、ディフェンスラインの前守るのかっていう、この全部の動き。 これをね自然とサボっちゃうんだよね。あそっかこんときこうかこみたいな。ベルナードはもうそこをさ、状況の認知判断実行って言われるけど、もう認知判断ぶっ飛ばして実行できるんだよ、ベルナード・シューバーだけ。だから前に置いときたいんだよ。富安のアップ加速した。いや見たいけどね。富安が出ることによって起きる状況の変化は、左サイドバックのポジショニングと前線へのサポートが良くなって、富安のコンディションが想像した通りの良さの場合ね。 そう抱き火ールができないこと全部できるから左の流れめちゃくちゃ良くなると思いますねでブライネ回ってちゃんとそっちね足りておリコルスうまいタッチワンタッチで時間作ってコバチッチを見たきたかおーこれで全部チャレンになるとこだったんよねあこれこれこれ今のベルランシーバーのあの戻りあれ全ウイングできないんだよ今センターバックがさ釣り出されてリコルスが相当真ん中まで行ってたからさあれなのよサカもやれるけどもうシティでねあれを完璧にずっと実行してくれるのあれ素晴らしいんだよね どこで興奮してんだって話だけどお毒グリリッシュ両方入れるよこんなん思いついちゃったもんねみたいな感じだったんねどっちを右サイド使うんだ毒の方かなイメージ的にはねで左ウィングのもう方でトップ下にしてグリリッシュ左ウィングの毒右ウィングだと思うねでも縦にガンガン行かせん,んじゃないやっとおもろいこと起きたねそんなに気さくでもないんじゃない普通にウィングの仕掛けを2人のねあ基準というかメインポジションが左ウィングがりはそうなってくるあ、富安来るほんとだ おちょいメッシュ入ってるかっこいいよっしゃ冨安来ますね冨安出動いや盛り上がってきたね冨安対毒かーペースある中で毒と対峙する冨安前向かしちゃったら怖いな評価下がりそうでさあ深い位置からクロスでハーランド入ってくるけど冨安ロックしっかりしてたねあの距離感なんだよねやっぱ冨安のロック見ると他のサイドバックの選手の距離感広いもんな本当にそれでしっかり失点するからな合わせなだけじゃない話ね トサーサルもいいな。やっぱ、アーセナル、ほんとクロスタイオいいね。中の待ち方ね。お珍しい。あちゃーって感じだったね。ボールの移動中、反対見て、トーマス、うまい。おー裏行ったこれは大チャンスだうわーワンタッチというか、早めにマルティネイリ使ってほしいとこだったね。引き足の問題もあったんだろうな。おートミー、ドックから奪ったいや、今日一番いいシーンだわ。シンプルに奪ったのすごいね。次前向かせる状態から奪った。 いろいろやれると逆に目線揃わない典型的な感じになってるなシティな。デブライネからのハーランド一回も出なかったんじゃない今日。一回ぐらい出たマジでいろいろやりすぎて、結局一番得意なパターンって何みたいな感じの両チームでしたね。 まあだ、ね、ところ僕は、なんか、その、自分がこう、ね、勝,勝利の効率上げるサッカーみたいなやつが、逆にこういうふうに、パスむっちゃつながるな、みたいな。失わないね、みたいなので楽しめるけど、逆にそういう方をみんな見てるから、こういう試合だと、逆に、目的何ってなって思んなっていうの多くなるよね、やっぱりね。だから、人が面白いと思うか、面白いと思わないかって、結局、パスの本数じゃないってことだよね、やっぱり。アンパンチ出ないまま終わる試合だって。 そうだな。ああヒット曲やってもらわないみたいな。ああ、もうこれ。こんなすぐ怒るんだ。はい、わかりました。あい、すみません。はい、はい。こんなすぐ怒るんだ。<laughs> <laughs> <laughs> こんなすぐ <laughs>。いいから、いいからっつって。いや、でもね。リバプールシティがね、今度こういうシティアーセナル。 まあリバプールも次の監督時代だけど、あれだよね。やっぱこういう超強いチーム同士がね、バチバチにやるようなのいいよ、ね、いやー、公開説教あるからな、バイエルン時代も君引きそうだったし、みんな見てる前で怒らないでほしそう、ね、<laughs> ペップだからできるマネジメントだけどな、完全にチームをね、掌握してて、お金も払ってて、<laughs> まチームがだけどね。 やっぱりね、だからそのあの、ね、僕は全然面白くない試合ではないですよただあの多分どうだろうみんなもそうだと思うんだけど思わないって言ってるその雑にディスる人以外の気持ち聞きたいんだけど俺はえその必殺技出そう予感だと思うんだよね一番得意なやつやろうぜっていう私ティーディーアーセナルで言ったら、まあ、その出場時間あるんだろうけどやっぱり。 そのキビオールに変えて富安になりますってなったら坂が思ったより早く下がっちゃったのはあるけど左ウイングマルティネリ仕掛けんの見たかったよなっていうのはあるでしょとかホワイトから坂に当てて坂仕掛けんの見たいみたいなでシティは言わずもがなあの両ウイングで殴るでベルナード・シューバーもそうだしグリーリッシュもさこの赤合わせなとしたらここ仕掛けてさここにサイドバックプラスウイングのダブルチームいけるじゃんいけるというかここ引きつけるじゃん ってなときにこの後ろのところにデブライネが現れてこうでしょっていうでそこにハーランドプラスもう一枚でここに人入ってればいいしそれが逆サイドのウイングともう一人入るのが僕は敵役はユリアルバレスいいと思うんですけどユリアルバレスじゃなくても誰でもいいからもう一人ハーランド一人が多すぎんじゃんウイングだけでもいいから入ってっていう格のそのね人はいるんだけどねあのフィニッシュホールド見せてくれよっていう。 でこれが、じゃあ何でやんないかというと、僕言うんですけど、そのまあ、アーセナルは今日、やっぱりボール持つってところで、シティの方がさ、やっぱ質高いじゃん。特に。あのー、アーセナルは、もう本当、申し訳ないけど、やっぱ、キビオルのところでどうしても止まっちゃうから、そこのボール持てるっていうのは。あとは、あのー、ジェズスも外張るタイプじゃないし、そこで貯めれるタイプでもないから。で、シティの場合青シティね。 シティは、このボールキーパー持ちますってなった時に、センターバック開きます、サイドバック上がって、このダブルボランチ一角のコバチッチが、ここに降りてくるとか、ここ降りてくるとか、で、右もさ、あの、えっと、ルベンディアスがえ広がって、今度、右からこのえ赤カン入ってくるとか、これがリコ・ルイスになったりとかして、で、この、ね、こう上がってこうなってとか、で、 こここここっっっちデブライネがさ行行たたりりとかするじゃん最初右ウィング誰だったっけあそうでベルナード・シューバーが今度下がってくるときは今度ベルナード・シューバーが下がった分アカンジはねこの高い位置取ったりとか全員がこういうふうに今言ったみたいに初期配置のこのこういう4 2 3の初期配置のところからこっからこうなって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 みたいなこうなってこうなってこうなってみたいなのあるから基本ハーランド以外全員ぐちゃぐちゃいくんだよ。 だから結果ここで仕掛けれる人それで引きつける人ここからいいクロス上げれる人ここで決める人そこに一緒に飛び込む人っていうのがこのフィニッシュからの逆算っていうよりこっちがメインになってんだよねここで剥がすのが主目的でここはみんなの個人の能力でやってみたいだから結果すごい贅沢な戦略によってたくさんの戦力を揃えてるんだけどこう長期的なね何をするかっていうところの お金を集めるそれを使うそれでいい選手たちをしっかりマネージメントするってあるんだけどその先にあるのは超贅沢なサッカーになってっかね最初にショートケーキ食わしてあのデザートでラーメン出てくるみたいなどう楽しめばいいの一個一個はすごいんだけどみたいなハンバーグ食ってステーキ食ってショートケーキ食って最後、えー、サラダとスープみたいな感じになってんの、ね、でも最初からショートケーキ食える料理店なくないですかみたいな <laughs> 斬新じゃないですかこれみたいないなや普通に最後ショートケーキだったら美味しいあのねもう一回来たいお店なんですけどねみたいな <laughs> なんかそんな感じになってねだからそういうのを加味すると僕は面白いとは言えないけど面白くなくもないみたいな,な楽しみ方はこういう喋ればあるんですよだけどいやでもそれでもなっていうかっていうかあれだねだからそのもっとちゃんと例えると最初にステーキとかハンバーグとかラーメン出てくるけど最初に出てくる分 なんかスープはちょっと薄味んとかなんか肉がうまく焼けてねえなみたいななんかそういう最初に出てくる分なんかちょっとクオリティー低く感じるというかそれがここのビルドアップでここ豪華だけどここではそんないらないみたいな感じで最後ここで肉が欲しいとかケーキが欲しいって時にそこにケーキと肉はもう出せないみたいなだってこっち下に行ってんだもんみたいな逆に言うとこのサッカーやっててこの順位のえぐいけどねうん何回か勝ち点取りこぼしていいんだもんな <laughs> <laughs> 自分のあれ <laughs> なんか言ってる意味は分かったかな、うん、私レオ・ザ・フットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですしシュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です概要欄の URL からのご応募お待ちしております